はい、あせこんにちは。ニュースで韓国語は私、韓国生まれ、ニュースあれ、<laughs> 日本育ちですね、ニュース育ち。バタバタしてきた韓国人のジュジュと、日本生まれ、おととし9月まで韓国に住んでおりました、日本人のヨッシーが、韓国の今がわかるネットニュースを韓国語と日本語で読んで、韓,韓国語ときにジャンぽンでおしゃべりするポッドキャストです。 ジジュ韓国さんはジュジュさんはジュジュジュさんはジュ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 ジさんはジュ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 さんいます。ジュ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 さんジュ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 んュジュジジュ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 ジ 수국されて, 약간 조금 내심 충격을 받고 있는 것 같습니다. 아니 지금 부서를 되게 마음에 들어서 지금 두 부서가 되게 마음에 들었었어요. 그래서 아주 즐겁게 일을 하고 있었는데 갑자기 부서 이동이 있어가지고 그것도 새로 생기는 부서라서 도대체 무슨 일을 하는지도 모르겠고 아주 아주 불안합니다. 아, 때문에, 때문에.

いやーなんかね、先週ぐらいから謎の腹痛があって、なんかこう立ってられないぐらい痛いことがあってさ、それで病院行ったんだけど、なんか原因がわからないんだよね。レントゲンも取って、エコーもやって、血液も抜いて。でも、原因がわからないんだけど、痛みは続くから、 とりあえずちょっと別の病院に行ってみたら、そこで CT スキャンを受けたら中水炎だということが判明し。あ、メンジャン。そうね、あ、メンジャンか。そっか。あれ、すするすするかじゃなねよ。だからね、なんか、まあ、さっさと切ってほしかったんだけどね、なんか手術室空いてないですって言われてね、今薬渡されて痛み止め飲んでるんだよね。うーん。 薬をうんまあなんかなんかもうすぐに切らないと痛みが激しい痛みが止まらないという状況じゃなくて薬飲んでると別にそこまで痛くないんだよね。ただなんかやっぱり全く痛くないわけじゃないからああこでしかもなんかやっぱり怖くてあんまり身動きできないから <laughs> 体はなまる一方だしいやそんなことを思って そんな状況に自分が陥ったら、韓国は今なんか医者のストライキで手術が遅延していると聞いて。そうですね。まあ、でもこれ実はまたかという話でもあって。ああ、そうですね。前にニュースで韓国でも実は取り上げたことあった。うん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 。で、くってはの肝がたるんごかったね。 ちょっとね、状況が違う。あのー、同じ構図ではあるんだけれども、ちょっと今回は、謎、もう少し違う構造というか、えっと、今回お互い強行なので、収集がつかないかなっていう感じがある。うん、まあ、とりあえず、うん、ニュース読みますかね。はい。はい、保健福祉部は、2月26日時点で、主要99研修病院所属の先行医、レジデントの80.6%にあたる、 9 9 0 9人が辞表を提出したと、27日に発表した。福祉部によれば辞表を提出したレジデントのうち 72.、72%る8939人が勤務を離脱した。フォーゴンボクチブンチナン・イシム・ユ9ル・キジュン、ジュヨ・キュ80.6%ク9,909リアン・ピョン・ソソク・ジョン・ゴンエ、パルシ 国事部へ따르면、사직서를제출한전공의가운데72.7%인8,939名） 8, 명이근무지를이탈했다。レジデントの集団行動後、上級総合病院の新規患者入院は24%、手術は上級総合病院15箇所の約50%に減少したが、福祉部はすべて重等級または軽症患者と把握している。 응공의집단 행동 이후 상급 종합병원 의 신규 환자 입원은 24% 수술은 상급 종합병원 15개소 기준 약50% 감소했으나 복지부는 모두 중등증 또는 경증 환자로 파악하고 있다. 아까 여러분 이 막,なんでこういうことになってるかと言うと 의학부의 대인을 増やすということになったか 의학부의 대인을 돈だけ増やすのか そそののの背景には何があるのかとというちょっとその解説的な話ねここから先は政府が来年の大学入試から医学部の入学定員を2,000人増やすことにした医学部の増員は27年ぶりだ当時医学部の定員は3,507人だったが2000年の医薬分業で医師をなだめるため減少に合意し2006年に3,058人になった以後凍結されてきた。 정부가 내년 대학 입시부터 의과대학 입학 정원을 2000명 늘리기로 했다. 의대 정원은 27년 만에 이루어지는 셈이다 당시 의대 정원은 3 5 0 7명이었으나 2000년 의약분업대 의사들을 달래려고 감축의 합의에 2006년 3058명이 됐다. 이후 쭉 동결되어 왔다. 의학부의 대인을 획각적으로 풂스코토와 의 부족과 地域、必須医療の崩壊につながりかねないという危機感のためだ地方の病院は医師の求人難にあえいでおり患者は早朝に KTX に乗ってソウルの大病院に遠征治療に通っている救急室の医療人材不足などを理由に救急患者を受け入れられず患者が救急車に乗ってあちこちの病院を転々とするうちに危機的な状況に直面する救急室たらい回しも相次いでいる 그때 정원을 파격적으로 놀리는 것은 의사수 부족이 지역 필수 의료의 붕괴로 이어지고 있다는 위기감 때문이다. 지방 병원들은 의사 구인난에 허덕이고 있고, 환자들은 새벽 KTX를 타고 서울의 대형 병원으로 원정 진료를 다니고 있다. 응급실에서 의료인력 부족 등을 이유로 응급환자를 받지 않아 환자들이 구급차를 타고 여러 병원을 전전하다 위험한 상황에 부닥치는 응급실이 뺑뺑이도 잇따르고 있다. 이와일은 나이가이산쇼우 나이카, 개카산푸진카, 쇼니세쇼넨카と불ばれる必수의료분야를主眼する의師は減る一方で희간세 이 부과 간과 생계 계과의 가태열이 심해지고 있다. 내분비내외산소 내과 외과 산부인과소아청소년과로 불리는 필수 의료 분야를 지원하는 의사은 갈수록 줄고 있고 피안성, <laughs> 피부과, <まあ>、 안과 성형외과 솔림이 심해지고 있다. 뭐, 가今の韓国のお医者さんの状況を象徴する言葉だなという 네. <laughs> 보기 보면은 뭐중 중등급 환자들은 지금 진료를 못 받는다고 수술을 못 받는다고 나오잖아요. 딱 요시상이네요. <laughs> 네, 요시상 한국이었으면 음 응, 수술 못 받았겠다. 일본 의사가 스트라이크 안 해주긴 해요. 모초와 도마시 드세요. 이것은 에도 에피소드 69. えー、10月にやったエピソード69と、えー、それから2020年の9月にやったエピソード127に関連の話が登場しますので、結局同じ話なんだよね。で、あのー、要するにお医者さんが足りないと。で、やっぱほんと最近、ソウルのいわゆる五大病院と呼ばれるようなところでも、救急対応の医師が足りませんと言って、 入院を断られて死んでしまったというようなニュースは結構よく耳にするのよ。で、それは日本の地方のような医療崩壊みたいなことは結構足元で韓国でも危機感を持って語られていて、そのためには医者を増やさなきゃと言って、2020年のムンジェイン政権の時にも医学部の定員を増やそうとしたんだけども、あの、日本の医師会にあたるルヒャップっていうんだけど、は猛烈に反対するわけ、ね、で、 前回も結局、ムンジェイン政権は、あの、医療界の反対をこう、押しとどめられずに、結局、えー、医学部定員像は断念したんだけれども、今年、その、ユンソン・ヨル政権は、2000人増やすぞと、持ち上げたわけ。で、もともとの、このなんか、韓国の医師会というか、医協っていうんだけど、医師協会っていうのはすごく保守傾向が強くて、保守政権の支持層でもあったんだけど、今回は、 保守のインソンによる政権にものすごい抵抗していて、360人増まではなんか妥協したのかな。したんだけど、結局もう政権も、あの、医者側も強行で、医者側ストライキを打ち、政権側は2月29日までに取り下げなければ、業務に復帰しなければ、刑事訴追するぞと言って、対立が、 とどまる兆しが見えていない状況なのね。で、えー、レジデントだから日本でいう研修医。大学を出て医が、医学部を出て、あの、大病院で研修を受けてる人たち。なんか韓国はレジデントの医者としての戦力はすごく比重が高いらしいんだけど、こう今、大規模なストライキに入っているという状態。自分が病気になってみるとこういう状況って怖いよね。 아니 이 얘기를 처음 들었을 때는 아니 의사 선생님들이 본인들의 뭐 권익을 지키려고 또 이렇게 하시는구나 라고 그렇게 생각을 했었는데 근데 꼭 그런 얘기가 아니라 갑자기 2천 명이나 많아지면은 교육을 어떻게 하냐 뭐 병원에서 어떻게 받아들이냐 등등 문제가 한두 가지가 아니더라고요 뭐 사실 그렇습니다 いくらなんでも、あの、いきなりやり急じゃないかという話もあるし、それを果たして本当に大学が受け入れられるのかっていう問題もあるしで、え、ここのニュースで出てきたピアンソンっていう、要するに医者になったところで、その、結局救急医療とか地方の医療というところには行かないぞと。みんな、結局、小児科とか産婦人科は、あの、訴訟リスクが高いのは日本も一緒だけど、で、内科外科は忙しいし、大変だし、っていうんで、やっぱり結局、 眼科、整形外科、要するに美容整形の方ね、あのうん、お金が儲かるところにみんな行ってしまうっていう。え、よ。ねえ、うん。ちがん、ハンゴゲサソワがちょぷちょカタネ、クラニュースと言っちゃないそうね、日本も同じ状況だけどね。うん。ねいや。あとなんかやっぱり地方の人材不足というか、すごい深刻で。 うん、人材不足が深刻というよりね、なんかやっぱり、みんなソウルの大学に行きたがるんだよね。そりゃそうですよね。この間さ、あの、1月2日にあの、イ・ジェミョン氏が、はあ、あの、共に民主党代表のイ・ジェミョン氏が、遊説中に突然、暴漢に刺されるという。うん、いろいリレー。えが、え、1月2日にあったじゃないですか。あ、2日か。うん、うん、うん。1月2日だったよね、あれ確か。 うん、正月でしたね。そう、正月に。うん。あれさ、で、大変だ、手術しなきゃと言って病院に運ばれるときに、その、プサン大学病院が、地元のプサン大学病院が、よし、来た、待ってなさい、すぐに受け入れますよと言ったんだけど、結局、イ・ジェミョン氏はヘリコプターでソウル大学病院に運ばれたんで。うわー。で、プサン大学病院、激おこというじ、ということがあって。ーいいえ。 なんで地元の大学病院をしかも国立大学の病院を信用しないんだと言っておわああちっちゃなことよかじまうめあんたのさらみだちっちゃな声になったけどいや家族の意向だと聞いているけどいやおちょこにおんねおちょこにおったやあいしえ <laughs> なんか悪口が出てくるけど <laughs> うん あアニークロチアナドクエギルある先生と一緒に、はい、あの韓国の韓国の社会をよく知る先生と一緒にそういう話をしていたんですけれど日本先生に見せてこの先生にも1990年であ 한국에서 유학을 하셨는데, 그 당시에는 지금처럼 지방대를 좀 밑으로 보는 그런 것은 절대 없었고, 뭐, 부산대도, 경북대도 그냥 좋은 학교였다고. 근데 지금은 아들 서울에 있는 학교로 진학을 하려고 하고, 그리고, 어, 뭐, 드라마를 봐도 지방대를좀 우습게 보는 그런 장면도 나오잖아요 음. 음~ 그런 얘기를 하시더라고요 그래서 제가 좀 인터뷰를 할 일이 있어가지고 그렇게 인터뷰에다가 인터뷰로 글을 썼었는데 그래서 한국에서는 지방대로 나오면은 취직을 못 하잖아요라는 말을 썼어요. 호.

어~ 취직이 어려운 상황은 마찬가지고 저도 지방대에 나왔기 때문에 이렇게 말이 나오면은 좀 되게 복잡하다고 좀 표현을 바꿀 수 없냐는 그런 말씀을 하시더라고요 왔다리 아, 마스터 아, 그... 응~ 서 떼모 근데, 뭐, 근데 우리 입장으로는 그~ 글을 썼던 우리 입장 우리 팀 입장으로는 한국과 일본이랑 지방대 출신으로 취직이 안 된다는 게 진짜 그 정도가 전혀 다르다고. 뭐 일본에서는 지방대라고 해도 큐 <목소리도> 대국대학とかみたいな 大学だってあるわけじゃないですか? 음. 그리고 그런 학교에 나왔다고 도쿄에서 취직이 안 되는 건 절대 아니잖아요. 막 엄밀히 봤도 때는. 응, 근데 한국에서는 말 그대로 지방대에 나오면은 지금 취직이 안 된다라는 상황이 있으니까. 음. 그러니까 그렇게 글을 쓰면서 한국과 일본의 차이를 좀 많이 느꼈어요 이번에. 응,そうだね.まあ日本ではまあ確かに有利とは決して有利とは言えない中でもまあやっぱり まあ仕事がないところまでは行かないけれど、韓国の場合は本当に何が何でもインソールだもんね。そう。じゃプサンでる黒毛虫ムんだのんであに、あにそれはないでしょ。だって、大阪大とか京都大みたいなもんじゃないですか、言うならば。うん、だって、プサン大学病院もちゃんとした、しかもあの地域の機関病院だからね。区長うん。 だけどまあ、その、まあ、イジメンし本人がという話では当然ないわけだけど。<laughs> まあ、イジメは置いといてさ <laughs>、うん。でもなんかやっぱりね、あの、うん、ここに出てくる KTX、KTX で遠征治療っていう話も記事に出てきた通り、なんかやっぱり、うん、その、ね<ー>やっぱりなんか地方の医療を、国立大学であっても地方だからという理由で、なんかその、地域の医療を信頼せずにソウルに行きたがるっていう傾向は、やっぱりなんかすごく強まっ 들네 음. 今ね. 네. 시 상이 병원 얘기로 돌리셨는데 자꾸 다시 대학교 얘기로 바꾸는데요. <웃음> 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 근데 지금 한국의 저출산이 너무 <laughs> 너무 <너무너무> 너무 너무 심하잖아요. 아, <laughs> 0.7뭐 음. 저 출산이 심해지면서 경쟁이 더 심각해지고 그리고 다 서울로 가고 싶어 하니까 경쟁이 더더 더 심해지고 근데 그러면서 제가 저번에 얘기를 했던 그 선생님이 지적을 하신 게 그렇게 다들 지방대에 안 가려고 하니까 그러니까 지방에 있는 학교에 안 가니까 서울에 갈 수밖에 없고 그러면 은 지방에 사람이

釜山大学はいい大学ですよ。私、卒業生もいっぱいたくさん知ってますけど。けど、なんかね、本当急にここ、最近のなんか地盤沈下というかなんか人気の下落が激しくって、あとやっぱりその、お医者さんもみんなソウルに勤めたがるっていうところは、はっきりと。ねえ、ありますよね。根本的なところを言うと、やっぱなんか、なんか中世の中央集権的な構造に、 ルーツをたどる人もいるけれど。<laughs> なるほど。あ、それはやっぱ大きくて、あの、王朝がその全国を支配する中央集権国家で、王朝からその全国に管理が派遣されてっていう、そういう仕組みだったから、あの、封建制の国とはちょっと成り立ちが違うのよ、やっぱり。うね、うん日本はその封建制あの地域ごとに武将が、 お殿様がいるあの封建制の国でまあヨーロッパもそういう感じで発展してきたんだけどちょっと中国韓国は若干違うからねそういう意味でまあそんな歴史もったくの話をしてもなんかちょっとあんまり参考にはならないかもしれないけれど。昨年ね韓国へ行った時、救急室を利用する機会が있었어요。え、ええあ子供が？え、ア들이다쳐서。あ、そうだ言ってたねなんか子供が怪我してて。그래서 가까운 병원이 삼성병원이어서 다행히도 큰 병원이 있어서 거기를 가서 치료를 받을 수 있었는데 근데 그 아들이 그네에서 떨어져 가지고 그래서 그 그네 앉는데 있잖아요 응, 금속으로 돼 있는 유랑꽃에서 어졌잖아 네, 엎어졌어요 그

어른이었으면은 다음 날 오라고 했었대요. 아... 그래서 아, 진짜 심각하게 사람이 없구나라는 거를 공감을 했고. 그래도 어른들도 이렇게 두피 두피에 상처 나면 엄청 아플 텐데 진료 못 받고 그 다음 날까지 기다려야 되는 거야라는 이 뭔가 어쩔 수 없는 이 마음이랑 그래도 제 아들은 다행히도

네, 제 친척 중에도 응급실에서 간호사를 했던 동생이 있어요. 아, そうなんだ 음, 응, 근데 진짜 힘들었고, 근데 무엇보다 뭐가 힘들었냐면은 그 선배들의 따돌림이 에에? 장난이 아니었대요. 아니, 무슨 따돌림? 이 뭐? 응, 뭐? 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 는 뭐? 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 그러니까 성격이 진짜 호랑이 같은 여자였는데 근데 그런 애가 완전히 기가 죽어버린 거예요. 그래서 어한 그래도 2년은 열심히 일했던 것 같은데 응음 응급실 나오게 되고 그리고 간호사는 이제 하기 싫다고 해서 보건사가 됐어요. 그러니까 네, 다들 그렇게 당해왔으니까. 것을 다음 사람들한테도 자꾸 그렇게 반복을 하게 되고요. 음, 악순환을 단절을 할 수가 없대. 이 구조와 온존사려지다네 와이 怖い. 네, 그리고 피상란데스피안송데스피안송피안송저 피앙송에에 봐. 음. 저희 친척 중에도 안과 의사 선생님 계시고 오. 儲かってますね。儲かってますかうん、開業医、儲かってますね。へえー、うん。ねえ。ねだから最初は、あれなんでバンカーなのって思ってたんですけど、なんか、あれじゃないですか。あれ、ピアンソンじゃないのはなんて言うんでしたっけネウエ酸素。おう、そうそう、ネウん酸素。ネっアウエか、サンプインか、そアか。うん。 아니 우사 선생님 하면은 그쪽 이미지가 좀 있잖아요. そう다네. 어서날은 そっち의 쪽이 더 으니까. そう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 そ 근데 오빠도 그런 일을 한다고 생각을 하고 있었는데 안가를 한다니까 에?って 思っってたんですけ 근데 우리 친척 중에서 얘기하는 거는 참잘 선택했다고. 나름도. so 뭐 손님들 계속 오고 나때 쏘잖아요. 네すかなんて때네 여러모 세와이 날 うん、あんまり事故ないし。保険外もいっぱいあるしね。そう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 。え、ね、カの時期になると苦し、い眼鏡買いにクルシ緑内障の手術しに来るしなるほど。何かちんチゃ、おもちゃん、てかむしろ、おとんさね、おとんさんとか。本当だね、だからもうなんか、志しかないのかも。 志か日本だったらね、お家がそうだからっていう人はいるでしょうけど、韓国ってみんな大病院ですからね。まあ、親子3代ソウル大学医学部みたいな、やっぱなんかそういう、なんか家紋の誇りみたいな、そういう家もあるけど、代々内科のお医者さんだからうちも内科にならなきゃみたいな、そういう感覚はあんまないもんね。ねえ。ああねえ、でもさっきの、あ科かはんのちんちょぎいちゃないよ。 うん、こぎたるんちぐん、うでサースじゅんえよ。まあ、四浪中。うん、三浪じゃないかな。あ、三浪か。サースだから三浪か。三浪かな。サムスだと二浪？この間二浪でサムスだったから。だから、前回、その、69でも、医学部を目指して、今、もう、猫もシ子もみんな医学部を目指して、みんな浪人して、中退してっていう話を、休学してっていう話をしたけれど、 この定員が来年から2000人増えるってんで、もうなんか今大変らしいよ。予備校業界。ほんとに。ねえ、もうみんなあそこに待機してるから。いや。で、ルクロに言って、もへよ、もへんにこああ。韓国は、あの、勉強のできる子は無条件に学部を受けなきゃいけませんからね。うんー。 そういうプレッシャーは社会的なプレッシャーあるからね。でも本当に数キロのさせまえって結局ヨシさん見なかったんでしたっけまあちょぼちょぽつぽつとちょぼつぽつと見たけれどまあああいうああいうなんかこう何もかも患者のために時間もエネルギーも捧げるあんなお医者さんって本当と希少だよね。 あれはきっとフィクあれは間違いなくフィクションですよね、ただ、ね、<laughs> まあでもそういうお医者さんもいるから、まあ韓国の医療はかろうじて、みんな儲かる整形外科になりたがる人ばっかりじゃないから、韓国の医療はなんとか持ちこたえていると言えるのかもしれないし。ねえ、ヨシさん、日本で盲腸になってよかったですね。うんまあ、去年は、おととしは韓国でコロナになったから、まあコロナの体制はすごく手厚かったけどね。お ラッキーな、うん。まあ。というわけで、ちょっとこれ終わったら病院に行ってくるわ。はい、おう、そうしてください。入院したいな。はい、いや、そんなわけで皆さん、健康にはお気をつけください。今日読んだ記事のスクリプトや詳しい説明は、ニュースで韓国語のブログに掲載しています。Twitter、えー、Facebook ページ、Instagram、YouTube チ,チャンネルもやってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。 이소아 오늘은 이만 마치겠습니다. 라 안녕히 계세요.